左腕がぶっ壊れたので病院に行きました。小綺麗な整形外科、待合室には走り回るクソガキ、妖怪や肉サババアの超強力クリーンナップが控えており、人も多かったので、はよ帰りたかったです。1時間の診察待ちの後でレントゲンを取り、中待合でもう30分過ごし、診察。原因がはっきりしない腕の痛み、謎のクリック音に医者も頭を抱え、とりあえずお注射を打って様子を見ることにしました。ちなみに次の通院は2週間後です。今現在、痛みはかなり引いており、腕の動きも悪くないです。それでも無茶は厳禁なので、休めるだけ休んでおこうとは思う。ライスシャワー先発の柱として2桁勝利は確実にしたいので、春季キャンプには間に合わせたいのですが、これは2週間後の診察次第か。せめて開幕には間に合うよう調整します。あと、お注射頑張ったので帰りにドーナツを買いました。サクサクふわふわで美味しかったです。